バーミンガム空港、旧正バーミンガム国際空港は、イングランド、ウェストミットランズ内のソリフル首都クビッケンヒルにある、バーミンガムの中心部から 10.2km、東南東に位置する空港である。東空港は、フライビー、モナーク、ライアンエアー、トーマス・クック航空、トゥイエアウェイズの拠点である。東空港には、イギリス内の都市へ向かう、国内便とヨーロッパ、 中東、インドア大陸、北、アメリカ、カリブ地方の各都市へ向かう国際便が就航する。2008年に利用者数が960万人となったが2013年には利用者数は910万人ほどに減少し、バーミンガムはイギリスで7番目に利用者数が多い空港となっている。バーミンガムは、か、パブリックユーズエレドロームライセンスを保有し、 旅客及び練習用として運用許可を得ている。東空港とバーミンガム国際駅及びナショナルエキシビションセンターを結ぶ新交通システムが運行されている。1984年より世界初となる磁気浮上式鉄道バーミンガムピープルムーバーが運行されていたが諸問題により1995年に休止後2003年より新たにケーブルライナー。 エアレールリンクが運行されている。ウィキメディアコモンズにはバーミンガム空港に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。